ようこそ手塚さま全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、感動の問題作ヤジと僕をご紹介いたします。感動なのに問題作とは何ぞやという話でありますが、本作の主人公がですね、知能に障害のある少年でありまして、差別表現とも受け取れかねないストーリーであるからであります。ベースはあのダニエル・キースのアルジャーノンに花束を。アルジャーノン好きであればきっとハマる作品だと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルでは手塚さんも関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編いってみましょう。さあ、今回はですね、作品紹介にあたり表現方法に適切でないものが含まれるかもしれませんが、決して特定の人物を否定したりですね、傷つけたり差別するものではありませんので、あらかじめご了承くださいませ。はい、というわけでですね、本作は1975年の月刊少年ジャンプに掲載された読み切り作品であります。あらすじは、生まれつき知能に障害のある少年ヤジロ、彼のお兄さんは大学で動物実験の研究をしておりまして、妊娠した複数のネズミのこの栄養を抜き取って1匹に集中的に与えていたんですね。つまり1匹のネズミに16匹分の栄養が行くようにして、これによってものすごい知能のネズミが生まれるんではないかという研究をしていたわけであります。そしてこれがうまくいけば弟の知的障害も治せるのではと思っていたんですね。ある日、ヤジロウが研究室にお弁当を持って届けに行くと、1匹のネズミが気になりまして、そのネズミを持って帰ってしまうんですね。そのネズミにヤジと名付けて可愛がっていたんですが、このヤジこそ兄が研究していた実験中のネズミだったんですね。そしてヤジは人間の言葉を覚え、意思疎通ができるようになり、そして知能がどん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 発達していきます。本も読めるようになって、ついには火薬を調合して爆発物まで作れるようになるんですね。そして町では謎の爆発実験が起こり始めます。なんとその正体は、そのヤジのネズミの仕業だったんですね。人間対知能が異常に発達したネズミ、そしてその狭間にいる純真無垢な知的障害のヤジロ。さあ、この後ですね、一体どんな展開になっていくのか、人間にとって本当に大切なものは何なのか、本当の幸せとは一体何なのかというね、深く考えさせられる衝撃のラスト、お楽しみあれというのが本作のあらすじであります。本作はですね、手塚先生も公言しているように、ダニエル・キースのアルジャーノンに花束をモデルとして書かれた短編であります。アルジャーノンに花束をといえばですね、動物実験によって賢くなったハツカネズミのアルジャーノンに感動した知的障害の男性が脳手術を受けまして、みるみる頭が良くなっていくというね、お話でありますが、それは決して良いことばかりではなかったと。そして最後には点点点というようなストーリーでありますが、本編も基本ベースは同じであります。一人称のね、日記っぽく書かれているところも同じですし、まあ、ここら辺のパクリといいますか、まあ、影響を受けるとですね、すぐ何の躊躇もなく自分の作品に取り入れてしまうという手塚先生というのはね、もう凄まじいものがありますよね。ただ短編というあまりにも短いページ数の中ではですね、さすがの手塚治虫でもちょっと本作においては窮屈感というのは否めませんでしたよね。本家アルジャーノンに日記体の本文表現にあるようなですね、このじわりと変化していく様というのは、この短編では表現できていなかったというのはちょっと残念であります。まあ、欲を言えばですね、ぜひ長編でですね、このキャラクターたちの移りゆく心の、心境の変化というのをですね、描いてほしかったと思います。日に日に成長していく姿、そしてその反対のね、失われていく変化こそ、このアルジャーノンに花束をの醍醐味でありますので、そこは手塚先生にはですね、もうぜひともこう伸びやかに描いてほしかったなという、ところでありますね。長編手塚版アルジャーノンに花束を、これね、もう見たいですよね。そしてアルジャーノンに花束をより深く理解する上で避けて通れないのがロボトミー手術であります。このロボトミー手術ってやつはですね、後に手塚先生をも悩ます種になってきますんです。ここでね、少し解説しておきますね。1848年にですね、アメリカのバーモント州の鉄道工事の際に爆発事故が起きまして、作業
行員の頭に鉄パイプが突き刺さるっていう事故が起きたんですね。しかもその鉄パイプが貫通したにもかかわらず命には別状なかったと。しかしですね、急激にそこから性格が変わってしまったということから、人格形成との関わりというのが注目されまして、そこから脳科学研究というのが始まることになるんですね。そして前頭葉の脳の伝達回線を切る遮断すると脳の障害が治るというような実験がありまして、実際に精神病患者に実施して1936年にはですね、この論文が発表されるに至ります。その後数十件の手術が行われまして、良好な結果が得られたとして、これをロボトミー手術と呼ばれるようになるわけであります。精神病の治療として頭蓋骨に穴を開け、脳の前頭葉の一部を切除するというね、この現代ではにわかに信じられない話ではありますが、この治療法が爆発的に広がっていくんですね。この普及した背景としまして、当時は精神障害者に有効な治療法というのがなくですね、治療法があるということ自体が患者さんの救いだったんですね。実にアメリカだけでも5万件以上ものロボトミー手術が行われたそうであります。1949年にはですね、精神疾患の外科的治療法を発明したとして、なんとノーベル賞も受賞してるんですね。これはもう凄まじいことであります。しかしですね、後に手術を行った患者の多くがですね、人格を失った、崩壊したという事例が多発するんですね。あのジョン・F・ケネディの妹ローズマリーケネディもですね、このロボトミー手術に失敗しておりまして廃人となっておりますし、この事件はですね、ケネディ家の黒歴史にもなっていますよね。そんなロボトミー手術でありますが、それこそ史上最悪のノーベル賞と呼ばれることになりですね、多くの苦しむ人たちを生んでしまうわけでありますが、それでも当時はですね、画期的として真剣に評価されていたんですね。今ですね、我々が受けている治療も未来になればですね、ありえないことをやってしまっているということかもしれないですし、もしかしたらね、今世界を騒がせているあれも、まあ何が正解なのか分かりませんけれども、まあ現代から考えると残酷で異常性のある治療法であったとしてもですね、当時はそれが常識として考えられていたわけですから、ここら辺は非常にデリケートな問題であります。ちょっと長くなってしまいましたが、これがロボトミー手術であります。そしてこのロボトミー手術がですね、後に手塚先生が、美化しているとして障害者団体から抗議を受け、世間の的になっちゃうんですね。まあここら辺はですね、しっかり手塚作品を読めばわかるんですけれども、手塚先生は決してロボトミー手術をですね、賛美しているわけではありません。ちなみにブラックジャックでね、有名な未収録作品であります快楽の座というエピソードがあるんですが、この禁断の手術と呼ばれるロボトミー手術を扱っているというのが一般的定説になっておりますが、本編ではね、ロボトミー手術という言葉すら出てきてないんですね。実際に問題になったのはある監督の記録というエピソードでありまして、ここに描かれた表現がロボトミー手術を美化しているんではないかという形でね、問題視されているんですよね。ですから快楽の座が一度も単行本化されていない理由というのは、ロボトミー手術が直接的原因ではなくですね、別の理由があるんですけれども、まあこのネタはですね、もうちょっとめちゃくちゃ長くなりますんで、ここでやめておきます。機会があればですね、まあ別動画でもご紹介したいと思います。知能障害または脳外科手術における描写というのはですね、手塚作品の中ではたびたび描かれておりまして、ブラックジャックで言うなら雪崩というエピソードはですね、脳を頭蓋骨以外の場所に移植するとかですね、しかもそれはもう人間ではなく鹿に移植したりとかしてますしね、以前ご紹介しました絵が死んでいるというエピソードでも他人の体に、脳を移植しておりますし、まあ、これらはですね、オカルト的 SF 的にも捉えることができますが、基本的には手塚先生の描くスタンスというのはアンチであります。描いているから正当ではなく、描くことで否定しているんですよね。
一部分のみをですねこう切り取ってしまうと医学的にも倫理的にもデリケートでありますしナーバスな問題ですので、まあ、どうしても反対派のね声が上がってしまうんでしょうけれども、手塚作品というのはですね非人道的な行為を肯定しているわけではないんですね。ちょっとロボトミーのね、下りが長くなって申し訳ないんですが、ヤジと僕に話を戻しますと、このラストを見る限りでですねお兄さんが行っていた動物実験を手塚先生が肯定しているように、見えるでしょうか。明らかにですねこの逆のメッセージというのを発していますよね。知能が高くなったネズミが最後に取った行動に対し、周囲の人たちはまるで人間みたいだった、人間ですよ確かに、というセリフはですね人間が本来忘れかけていることを表していると思います。人間が知性を持ち合わせたことで失ったもの、時代が急速に発展したことで置き去りにしてきた社会性、そういったものをですね知的障害のある純真無垢な少年と動物実験の対象であるネズミを通して読者に手塚治虫が伝えたかったメッセージに他なりません。ラストシーンのですね少年のセリフに何を思うでしょうか。手塚治虫版アルジャーノンに花束を、人それぞれ受け取り方は様々だと思いますが、ぜひご覧になってみてほしいと思います。今回ご紹介した作品はタイガーブックスという短編集に収録されております。その他秀逸作収録されておりますので、ぜひ手塚さんの描く世界観に触れてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。はい、というわけで今回はヤジと僕お届けいたしました。ちょっと本編とはね横道それた話題になってしまいましたが、作品における時代、立ち位置、描写を知ることでですねより深く手塚作品に没入できるかと思いますので、ご紹介させていただきました。今回喋ってみてですね、まあ、未収録作品であるとか差別表現に対しての時代背景など、機会があればですねここら辺のネタもまとめてみてもいいかなというふうに思いました。ちょっとねプチ情報で話すにはネタが大きすぎるんでね、まあ、何かしらの機会に配信できればいいかなと思っております。このチャンネルでは手塚さんの関連情報を偏って配信している手塚さんの専門チャンネルでございます。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。過去動画にもたくさん手塚作品の紹介をしておりますので、ぜひ概要欄よりご覧になってみてください。そして学校や図書館などの教育機関、病院などの医療機関にブラックジャック全巻を寄贈させていただいております。応募の詳細は概要欄にありますので、ご覧いただきましてご応募ください。ノートの更新もしております。今回の動画文字起こしもしておりますので、テキストでもご覧いただけます。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。ではまた次回次の動画でお会いしましょう。